どうもちまです。今回もコメント見ていこう。あ、先に全員分の俺言っとくね。せーの、ラマーズ法でいきましょう。はい、いいありがとう。いきます。まずこれ、あの合成キムラっぽいやつ、グリムの母親説。これあるかもね。なんかさ、五条でグリムのさ家族についてちょっと触れられたっていうか、なんか家族はみたいな、そういうさ話になったよね。あれどうなったんだろう結局。次、レリアちゃんが理事長説あるけど、もしそうなら6章で寮長たちを集めるように言ったのはリリアちゃん。それならディアソは若林派とリリアちゃん派で分かれるのではと思ってしまった。ああ、あるかもね。確かに理事長がリリアなら対立あるかもね。ナルトとサスケみたいな。次、ハーツラベル寮が監督生の世界側に近い寮だと思う。もしかしたら監督生をツイステの世界に招待した寮がディアソムニア寮なら、角太郎とリリアなら関係あるかもしれない。なるほどね。ハム太郎がここに連れてきたパターンね。だからあんなに気にかけてると。 あるかもね。これも。次、クローリーが監督生を裏切ったらみんなで焼き鳥にして食べません？全世界の監督生さん、自分魚しかさばけないけど大丈夫かな。カラスの美味しい食べ方。でもクローリーさ、毛がいっぱいあるから美味しくなさそうだよね。次、個人的にエース裏切り者説はシナリオ的に唐突すぎてピンとこなかったけど、もし学園長が黒幕で、学園長に魔法で洗脳とかされて操られたエースが監督生たちを裏切るって展開ならちょっとありそうな気がしてきた。4章とちょっとかぶるけど。あー、なるほど。操られてたんだけど実はそれは本心じゃなかったよみたいな。なるほどね。これも面白いね。でもちょっと怖いよね。スネークウィスパーと近いことできるってことだよね。すごくないそれは。次、監督生はオズワルドのそのままの姿じゃなくて他のキャラみたいに人の姿をしてるのでは。サバナクローとかみたいに。そうじゃないとマレウスが人の子よって言わないと思うんですよ。長文失礼しました。あーた、ウサギの耳が生えてるってことかな。もしかしたら半分だけ人間で半分だけウサギかもしれない。もちろん縦よ、縦半分で、半分だけオズワルドで半分だけ人間みたいな。そうすればさ、なんか夜にいつも会ってるから半分だけしか見てなかったから人間に見えたよとか、そういう辻褄にも合わない。ありそうこれ。半分、本当に半分半々みたいな。これってグリムが今まで食べた黒い魔法石の中にみんなおばぼろした人たちの力が入っているから多分合体しているのかな。もし黒い魔法石が今までおばぼろした人たちの力を持っていたら勝てないんじゃない。グリムがおばぼろするかはわからないけど、6章と7章終わってからがいいかな。それぞれの量についても知りたいから。でもおばぼろつらいよ。確かにつらいよね。でもなんかさ、あれなんだよね、マレちゃんとかいるからさ普通に勝てそうかなって思っちゃうけど、これならなんかすごいハラハラする展開だね。なんかセルみたいなね。次、関係ないと思うけど、プロローグやバルキャンの最後あたりに出てきた7人の小人らしきおばぼろの化身って把握してる限り2人しか出てきてないはずだよね。残りの5人はどっかで出てくる可能性あると思う。メインストーリーで出てこないなら今後新規イベントで出てくるのかな。なんかさ、7人の小人のモチーフってもういるじゃん、出てきたじゃん。そこでかぶせるかって思うよね。でももしかしたら元 RSA 生とかあるかもね。もしかしたらね。だって7人の小人ってさ、人間側じゃないじゃん、人間側じゃない。あれじゃん、ヴィラン側じゃないじゃん。だって次、6章とかストーリー考察とかには全く関係ないけど、ツイステをプレイしてるみんなが監督生って存在を自分に重ねたり、ゲームのキャラとして見たり、時と場合によってバラバラなのが世界の境界線が曖昧な感じで好きです。ちまさんが。
え、どういうこと？え、これを俺のことが好きってこと？何、俺がこれを好きってこと？いや、これは多分俺のこと好きってことだよね。どうしよう、告白されてる。照れちゃうな。なんか違う気がする。これ俺のこと好きってことじゃなくない？何これ、どういう文章？やめて、このトリックアートみたいな文章。次、学園長の特別ボイスでクローリーはこんなことを言ってました。クローリー、この学園にはカラスの羽もよだつするほどの恐ろしい七不思議が、あれ9つだったかな。いやね、もう毎年増えたり減ったりで、今はもう何個あったか忘れてしまいましたって言っていました。七不思議があったとしても気になりますし、あれ9つだったかなって言ってることから、グレートセブンとオンボロ寮以外にも1個寮があったんじゃないでしょうか。もしこの学園がループしているのなら、寮の数が減ったり増えたりするのはおかしいと思いました。それにこんなことも言ってました。学園長、いつかサム君に、オウノーストークアウトノーストークって言わせたいのですが、今のところ1937敗しています。彼に予知能力でもあるのでしょうかって言ったことがあります。へー、数えてるんだね。東大生かもね。この1937という数字は白雪姫の公開した年の数字と同じで、やっぱりこの学園は白雪姫の部分が多く記されていると思います。そして気になるのは、待って、ずっとクローリーのまま行っちゃったずっとクローリーのまま喋ってた。そして気になるのはサムの予知能力です。もしループ説が違っていたら、あのチュートリアルで学園長が未来で起こる出来事グリム戦を予知したものだと思います。ということは、サムのいつも言ってる、サム、秘密の仲間が俺に教えてくれる、コウニちゃんが何を求めてここに来たのかと言っている秘密の仲間は学園長ディア・クローリーの可能性があるかもしれませんね。怖い。ああ、俺もね、なんかね、あれなんだよね、最初のモンスターのあの幻影っていうか、鮮明にさ、バトルが描かれたじゃん。あれ俺もね、なんか予知だと思うな。もっと言うと RSA の学園長の元ネタもあれだしね、予知能力っていうか、未来が見えるしね、少し先の未来が見えるしね、シャーロット片栗みたいなもん。次、そういえばオバプロって全然情報がないほどしないんだよね。なのに監督生来てからめちゃめちゃオバプロしてるんだよね。監督生、お前何者だ？だからクラスを荒らすタイプの人間じゃない？いつも普段は仲良くやってたんだけど、それをギスギスさせるプロみたいな、そういう職人じゃない？監督生は。かわいいね。次、オルト君の情報源は、あ、違う、オルト君の稼働源はイディアの魔法石なのかな。やっぱりどうなんだろうね。でもその可能性高いよね。なんか魔法石を入れると動くみたいな、あの100円を入れるとさ動く、あのゲームセンターとかであるじゃん、ああいう感じじゃない？魔法石を入れると動くみたいな、そういうやつじゃない？次、とうとうチマさん出産に目覚めましたか？何言ってるんだ？え？何言ってるの？出産？いや俺男だから出産しないと思うよ。何の話をしてるんでしょうこれ。何？出産に目覚めた？何の話をしてんのみんな。なんかね、こういうコメントくれる人多かったんで、ちょっとね、怖くなってきちゃったね俺。何これ、どういうこと？ちょっと分かんないね。次、出産はさすがにチマ、また出産って言ってる。何なの？なんでみんな出産って言ってるの？どういうこと？は？何が出産なの？え、俺は出産すると思ってるの？さすがにないよそれは。何言ってんの？ちょっとみんなおかしくなってるね、考察しすぎて。チマさん、考察のしすぎて頭悪くなったダップになるのマジで意地悪。とうとう俺の悪口まで言うようになった。
頭悪くなったって言ってるのになんでチマさんってさ、すごいね、敬語と侮辱が混合してる。何これ、和らぐと思ってんのかな、チマさんって言えば。ひどいわ。たまにこういう頭悪い動画大好きです。ひどくないこの ひどくないこれ、ちょっと頭悪い動画って何、何その言い方。あ、来た、まともなのが来た。声真似うまかった、すごい。もしグリムがラスボスで学園長が黒幕だったとしたら、うわー、あのカラス焼き鳥じゃー。そういえば監督生が来てからおばぶろ祭りになったんだよな。監督生が火に油を注いだ場面も何回も出てきたし。確かにね、炎上シェフみたいな感じよね。はい、これでラストね。今回トラップラはルネサンス後期の16世紀の初めのイタリアのベニスだよね。ペニスかと思った。ベニスで生まれたゲームらしいです。そのゲームではエースが最も強いカードとなったらしいですから、もし8勝があればエースがおぼぼろしそう。最も強いって言ってるから5本指に入るマレウスより強いってことになる。またはその5本指にエースが入ってるかと。あと監督生ミッキーならなんでハートのトランプとスペードのトランプに関わってんだ。確かにね、なんか好きなのかな。でもミッキーはウノ好きだと思うな。ミッキーはウノの方がやってそう、トランプよりイメージ。終わります。